よしこんばんは。さん <laughs> こんばんこばははいということでちょっと急遽あの急遽というか結構ギリギリのお知らせになってしまったんですけれども皆さんこんばんは。ということでキャッチフレーズをしていこうと思います。いいきます福井県といえばカニ はいということで皆さんありがとうございますそうほぼゲリラ配信になってしまったほんとにごめんなさいそうちょっとお風呂とかいろいろ入っててそう配信ずっとしたいなと思ってたんですけどごめんなさいちょっと少しの時間なんですけど配信させてくださいありがとうございますはいということでなんと私福井に帰ってまいりましたお疲れ様です皆さん 無事福井、久々のなんかこの背景じゃないですか最近はレッスン場だったりとかそういろんなところでね配信してたのでこの背景は久しぶりーー、はいはそうです久しぶりに帰ってきて帰ってきて、まあ、なぜ久しぶりかと言いますとなんとこの度お知らせがございます。えー、この度 アウトオブフォーティエイトでオーディション番組をやっていたと思うんですけれども。そちらの方でなんと合格いたしまして。新グループアンレームに加入することが決定しました。<laughs> バイありがとうございます。い <laughs> はい、もうずっとね、皆さんにお知らせしたかったんですけど。 ついいいいにに皆さんに言えるとととううことでありがとうございますはーいもうしかもデビューがですねなんと昨日ということでもうデビューしたてなんですけれども皆さんありがとうございます。えー、本当にですねアウト・オブ・フォーティエイトで約4ヶ月間オーディション番組をやってきたんですけれどもいやーそうですねここまでの道のりはもう簡単なものでは決してなくって。 もうね、私も地方組でいろんなことを悩みながら挑戦してきたんですけれどもこの4か月でもうでも明らかにたくさん成長できましたしすごい AKB では経験できないことをたくさんさせていただけてそれが本当に学びにもなりましたしたくさん吸収できたんですね。はい、なのでねその結果がちゃんと結びついたことが 本当に嬉しいですしでも何よりこうやってこの結果に結びついたのは私一人の力じゃ決してなくっていつも応援してくださる皆さんもそうですし一緒に支え合って頑張ってきたメンバーのみんなだったりスタッフさんだったりもう本当にいろんな方のおかげでこの結果があると思うので、はい、この結果をちゃんともうチャンスだと思うので大切にしていけたらいいなと思っています。 はい、これからもぜひ応援よろしくお願いします。<laughs> はいということでねもうずっとね言,うと言いたくってなんかそわそわ一人でそわそわもう誰にも言えなかったのであーもう,うわわと思ってたんですけどついに発表できましたそして昨日はお披露目でなんと東京ガールズコレクション TGC に オープニングアクトとして出演させていただきましたいやーはいもうありがとうございますもうねありがとうございます TGC はすごいね多分女の子の夢と言いますかもう私ももちろんいつかランウェイ歩きたいだとか TGC に立ちたいと思っていたんですけれども ついに夢が叶ってしまいまいししたしかもこうやってねお披露目というかデビューという形で今回 TGC のステージに立たせていただけてもうめちゃめちゃ緊張しましたよ本当になんか今までだったらステージに立ってお披露目とかなってもやっぱりファンの方がいらっしゃったりとか私のことを知ってくださってるいつも応援してくださる方がいていつも歓声とかねいっぱいある中で。 ちょっと安心感がある中でいつもパフォーマンスをさせていただいてるんですけれども今回は本当に完全アウェイと言いますか私たちのことを知らない方が多い中であえてパフォーマンスするのは本当に初めてだったのでそうめっちゃ緊張したしなんかどうなるんだろうってすごいうんドキドキしてたんですけどでももうこの TGC に向けてもですし本当はこうやってお披露目っていう形で。 もうこの7人メンバー全員で練習期間本当にカツカツなスケジュールの中みんなで頑張って最後の最後まで合わせきったのではいどうでしたか <laughs> でもすごい個人的にはめちゃめちゃもう楽しかったですし何より本当に楽しすぎてもうとりあえずみんなで楽しもうっていう話をしていたんですね。そうだかとそう正直言ういあんまり記記憶がない,というか。 もう本当に必死それだけ全力でパフォーマンスをしていたのでそう <laughs> なんですけどどううでししたか皆さんま <laughs> ああ嬉いいりがとうございますそうねあの衣装とかメイクとか雰囲気とかも多分 AKB とはまたガラッと変わってちょっと私もね なんかこんな、今日はすっぴんで本当にごめんなさい。あの、なんかこんな、いつもこんな感じなんですけど。あの時はちょっと、顔、キリッとしてみたりとかね。そう。ね、ちょっといつもと、違う私が。見れたんじゃないかなと。思います。どうでしたか。<laughs> かっこよかった。の、よかった。嬉しい。ありがとうございます。そう。 ね、でしかもですね髪型もずっとちょっと隠していたというか隠していたんですけどちょっとねここら辺をがっつりレイヤーが入っていて実はそうこのためにねレイヤーも入れてちょっとかっこよくしていたんです実はうんだからまたね写真オフショットそうオフショットがいっぱいあるので是非皆さん楽しみにしていてくださいねなあほに嬉しいです皆さんありがとうございます そうで TJC ではなんとですね2曲やらせていただきましてまずは1曲目の「I Am I」そして2曲目の「プリズマティック」もうどちらもね最初「I Am I」はズンってちょっと「おお!」って聞き込んじゃうかっこいい感じでで2曲目の「プリズマティック」はそこからまたちょっと変わってちょっと乗れるしでもかっこよさもありつつっていうどっちもね楽しめる。 曲でしたね。どうですか。今なんと配信ももう始まっているので。ぜひ皆さん、どちらも聞いてください。よろしくお願いします。あ,あらららら。そう。もうめちゃめちゃいいですよ。本当に。あとですね。あの謝いの方ですね。M. V. も。 公開予定なのでそちらもお楽ししみにてていいくださいもうね私ももう MV も撮ったんですけどもうオフショットたくさん撮ったのでそちらも楽しみにしていてくださいはいという感じでまあありがとうございます、まあ、頭の中ずっと流れてるね WhoAmI」Who am I? そうかっこいいのよみんないっぱい聴いて一緒に歌ってくださいよろしくお願いします そう本当にね MV もそう初めてだったしこうやって TGC っていうステージも初めてだったし本当に初めてのことがいっぱいででもそれが逆にいい刺激になって AKB との両立もうなんかこ,こっちでアンレームで学んだことを AKB で活かせたり AKB で学んだことをアンレームに活かせたりとかすごい今いいバランスで両立ができているのでこのままね 両立を頑張っていこうと思います。ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。うん、そう、そう私の歌終わり分かったかな、どうどうだろう。ぜひあの予想しながら聞いてください。<laughs> そうです。あとお知らせがあってあの。 まずさっきも言ったんですけど今配信でその楽曲2曲が、はい、配信開始しておりますぜひそちらの2曲もね聴いてもうたくさん皆さんもう歌えるぐらい聴き馴染んでほしいですし歌詞の意味とか、はい、そちらもちゃんとこだわっていますので TGC のね映像も思い出しながら振り付けもこんな感じだったなって思いながら、はい、楽しんでいただけたら嬉しいです。そしてなんともう一つあの公式オフフィシャルファンクラブが アンレイムの方でできておりますもう早速私のファンの皆様が「入ったよ」っていう方もいらっしゃって皆さんありがとうございますはいそちらではですねあのいろんな特典だったりあとチケットだったり多分お得なことが盛りだくさんですので是非、はい、皆さんこの機会に気になったよって方はよろしくお願いします。楽ししみにてていいください はいあ。ありがとうございますええー、すごいそうね学校そうだねそう友達もそうなんですよあのみんな見たよって言ってくれたりとかそうだから明日ちょっとドキドキ <laughs> 明日学校あるのでちょっとドキドキなんですけど はい、どんな反応が来るのかちょっとまたお知らせしますね。<laughs> そう結構ね久々に本当にみんなと舞うのでそう嬉しい反面ちょっと恥ずかしいような気もしますけれども楽しみです明日。あそうですそうです。そうです ね、そう,友達,にも秘密にそう友達にも実はねそう全然言ってなくてめっちゃ秘密にしてましただからみんな多分びっくりしてた「えっ!」って言われて「そうへへ」って「<laughs> へへへ,へ」って言ったんだけどそうまあありがとうございます本当にねそうどちらも AKB48 もアンレムの活動もどちらもおろそかにせず頑張っていけたらいいなと思ってるので、はい、ぜひ応援よろしくお願いします ありがとうございます。学校ももちろんね、両立しますよ。頑張ります。そう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 。ね。<laughs> そうだよ。まあ、体調もね。ね、皆さん本当に、まだ多分風邪とかも流行ってると思うので。 本当に私ももちろん気をつけますし、皆さんも気をつけてくださいね。気をつけて。ねえ、もう夏、八月終わっちゃったんです。そうだ、八月終わって九月です。皆さん、よろしくお願いします。遅れた、遅れたけど、九月ですよ。皆さん、もう八月が終わっちゃって、もうね、全然話変わっちゃうんですけど、あの町中が秋になってるじゃないですか。食べ物とか、もうどうしようっていう。 私本当に秋大好きで秋の食べ物も大好きなのでちょっと困ってます今 <laughs> っていう感じではい9月はねそうだから本当に9月っていうね9月の初めにこうやって嬉しいお知らせを皆さんにできて本当に私も嬉しい気持ちでいっぱいです、はい、<laughs> だからこれからもねどんどん7人全員で頑張って もっともっと嬉しいお知らせを皆さんにしていきたいですし、はい、私も個人の活動ももちろんグループとしての活動もこれから頑張っていこうと思うので皆さんまたお知らせをね楽しみにしていてください。 今日,は今日はお兄さん後ろから今日はちょっといないなですねね、はい、今日は、ね、あでもねお兄ちゃんも連絡くれて「そういひゆすごいな」っ <laughs> て感動してました私お兄ちゃんにも言ってなかったので、はい、結構感動してましたねよかったです家族もみんな帰ってからずっとその口ずさんでくれてて歌をね「WhoAmI?」ってみんな言ってくれててあ嬉しいなと思いました本当に。 で、そうやってね。周りからの支えもすごい嬉しいですし、本当頑張ってよかったなって改めて思いました。<laughs> そう。え、しかも今回ね。そう。アンライムは名前の呼び方というか表記が違って、あのもうサラダ坂川ではないのです。皆さんもうサラダ坂川は？封印されました。なんと下の名前で。 ローマ字でヒーユカになっておりますかっこいいなんかかっこいいかっこいいですね <laughs> そう私ねあの作画はヒーユカってそのフルネームねあの書くと読めないじゃないですかそうヒーユカってあの漢字ではねだから今回は多分読み間違えられることもないと思うのではいぜひ皆さんローマ字のヒーユカで読んでください ローマ字って一気にかっこよくなりますよおおまことさんくまたわありがとうございますありがくまたわ頑張りますありがとうありがとうございますちょっとだ誰誰サーラだってローマ字で書いて <laughs> 違うよヒーかだよヒーか。ーカかですよ皆さんよろしくお願いします <laughs> そうそうだからね皆さんひ非日向としてこれからよろしくお願いいたします <laughs> そううまいねサラダ坂川さんはドローンしたということですそういうことですドローンしましたサラダ坂川さんは <laughs> ね ちょっと待って今何時だろう結構喋ったわ気のせいかねえまだいろいろ決まってないことは多いんですけどまたいろいろねお知らせも解禁されることと思いますのでぜひお楽しみにしていてください <laughs> 47分じゃあ55分になったら皆さん教えてください はい、ね改めて昨日は本当にねどうでしたか皆さんもう私はねリハーサルの時からもう横のそのスクリーンっていうんですかね画面に映るのがもうスクリーンがでっかくってわわってもうなってましたねもうあのでかいスクリーンに私の顔がドーンと映っていたと思うといやすごいすごいなと思います。 しかも出演者の皆様が本当に豪華だったじゃないですかそのオープニングアクトを任せていただいたのも本当に嬉しいですし超貴重なチャンスではいもうなんか幸せでしたとにかく <laughs> はいそう 埼玉スーパーーパアリーナ初めてでしためちゃめちゃ大きかった埼玉スーパーアリーナ。でそれでねあのゆきりんさんがねあの本番前と本番後にお話をしてくださって本当にすごかったって言ってくださってもうねゆきりんさんそんなもうゆきりんさんランウェイもあの出演されるということだったので本当にお忙しい中私たちのステージを見守ってくださって。 本当に感謝ででしかないです本当番組内でもこうやって今もいろいろね本当にゆきりんさんにお世話になっているのでいつかゆきりんさん恩返しできますように、はい、そうそうなんです本当にお優しい。 うん <laughs> そうだからぜひねまた今日以上にあれですねもっともっといいパフォーマンスをお見せしたいですし嬉しいお知らせもこれからどんどんしていけるようにね頑張りますよ <laughs> 頑張りますそう私の衣装そう衣装装はね 実はお腹出てるんです私ぜひーそかわいいのでまた写真見てくださいあげますたくさん楽しみにしていてくださいそう髪型はあのストレートですねもうこんな感じでまっすぐ下ろすっていう感じで結構シンプルめな。 うんうん。そう。ね。あ、青は入れないの、青は。そうですね、入れ、入れないですね。はい、最終審査は入っていたんですけれども。はい、入れてないです、黒髪で。 <laughs> 黒髪でいっておりますまあ嬉しい白がすごくよく似合うありがとうございますそうみんなねそう真っ白な衣装でそうで個性って言ってるのにんで真っ白なんだろうって思った方もいると思うんですけど個人的見解私の個人的な意見としては多分真っ白な中でどうやって一人一人が個人で個性を出していけるか。 その真っ白な色をどうやって色づけていくか一人一人の色を出すためにあえてみんな真っ白にしたのかなと私は思いました個人的見解ね <laughs> そうだから私もあの衣装お気に入りなんですあえじジョコミントさんなんだこれ熊の花火だったかなうわあパーンってありがとうございます今年花火見れてない <laughs> 急に <laughs> そうまだ見れてないんですけどもあでも花火をしたよこ,こっちのなんかパチパチパチの方は <laughs> ちょっと夏っぽいことはできてないんですけどでも本当にこの夏はそうですねアンレイムもそうですしもうすごいすごいお待ちしてるのでぜひ皆さん来てくださいお話し会はねまだあのお洋服とか決めれてないんだけどあの ねえそうだよね本当大変なスケジュールの中みんな頑張ってたのでみんな無理しないでほしいですし一旦ゆっくり休んでほしいね皆さんもですよ皆さんもですよねあのまた急に話が変わってしまうんですけど755が終わってしまったじゃないですかで私なんか毎日「おはようございます」とか「おやすみなさい」って言ってたので言っていたのであの本当にあの寂しくってもうどこにこの気持ちを吐き出せばいいんだろうっていう。 はい、ちょっとはいっていう気持ちでいっぱいなので Twitter とか X でした X とかインスタの頻度がなんか上がってしまうんですけれどもそういう気持ちだということで <laughs> お許しくださいそう本当にロスです寂しいです あえっと、ツイッターのハッシュタグは「ハッシュタグ坂川ひゆか」でも言いますし「ハッシュタグメールの返信」は「ひゆメールで」でぜひよろしくお願いします皆さんお待ちしていますはいねそうアンレームのリーダーリーダーはまだ決まってないです実はうん何も決まってないです だから多分まだまだというかなんかもしかしたらそういうのはないかもしれないんですけどでもみんなで何なかそうだな高め合って高め合っていけるグループにしたいなと思います私も率先して頑張るぞ <laughs> はいということで 55分になったということで、ありがとうございます。皆さんではあ、あとギフト皆さん本当にありがとうございます。たくさんありがとうございます。本当にぜ皆さん読めなかったんですけど、皆さん本当にたくさんのギフトありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします。ということで、ランキング読んでいくぞ行きます。13位チョーキングさん、ファンクラブにたくさん加入してください。どうありがとうございます。ぜひ皆さんこの機会によろしくお願いします。ありがとう。また見てください。 12位13アットマーククラノーファミリーさんありがとうございますなるさんもいらっしゃるので嬉しいですぜひこれからも見てくださいありがとうございます11位けいしくんありがとうございますハートとかもギフトもありがとうまた見てください10位みかさんアンレームひゆかラブをしっかりもうひゆかって呼んでくれてるありがとうございますまた見てください 9位、サブチャンさん、アットマーク、新しい日向、ん新しい世界に出会うこと、日向オタク。あ、ありがとうございます。そうだね。もう新しい世界なんですけど、私も新しい自分を見つけに行くぞ。ありがとうございます。また見てくださーい。8位、翔くん、一生ついていきます。ありがとうございます。ぜひ一生ついてきてください。また見てくださーい。ありがとう。7位、 けんたくんアットマーク一押し2人ともアンレームのメンバーって最高っすねありがとうございますなるさんと一緒に頑張りますのでこれからもよろしくお願いしますまた見てね6位ごめん先生ありがとうございますまた見てくださいありがとう5位島田和幸さんかなありがとうございますまた見てください 良い g. S. さん、アットマーク、アンレーム活動頑張って、ありがとうございます。もうめちゃめちゃ頑張ります。また、見てください。ありがとう。三位、竹けさん、ありがとうございます。また。見てください。ありがとう。そして、二、誠さん。はい、タワーも。ありがとうございます。これからも。頑張ります。また、見てください。ありがとう。 そして1位はチョコミントさんアットマークアンレームひゆかにくびったけありがとうございますあの花火も見れましたありがとうございますこれからもアンレームひゆかにちょっとな,なんでしょうねたくさん見てください <laughs> ありがとうございましたはいということでラッキーカニカニいきましょう22位ミスター社交レイさんありがとうございますまた見てくださいさあもう一人の方いきますはい 40位、わさん、ありがとうございます。また見てくださーい。はい、ということで、皆さん、ありがとうございました。またね、これからも、アンレイムの活動も、AKB48 の, AK の活動も、頑張っていきますので、これからもぜひ、佐久川日向、日向の応援をよろしくお願いします。では、 皆さん今日も一日お疲れ様でしたもう本当に明日から私も学校ですし皆さんもお仕事もあると思うんですけれども是非この配信がなんか元気になる <laughs> なんかはい配信になってたらいいなと思います明日も一緒に頑張っていきましょうでは今日はゆっくりおやすみくださいませ私も今日は早く寝ようと思いますでは皆さんおやすみなさい 見てくれてありがとうございましたまたねありがとう <laughs>